YSL のビジネス戦略。その最新の仕掛けは、なんと平野仕様の名前が刻まれた口紅で、これは、なんとも洗練されたアイデアですね。YSL、イブ・サンローランは、いつも顧客を喜ばせる方法を心得ています。その最新の仕掛けは、なんと平野仕様の名前が刻まれた口紅で、これは、なんとも洗練されたアイデアですね。彼のファンがその名前を見て、心が躍るのは言うまでもありません。このビジネス戦略は、 彼らの心理を巧みに利用しています。それにしても、平野の仕様という名前が商品に刻まれたとなれば、購買意欲を刺激されるのは当然でしょう。先日、YSL の公式通販から注文した商品が届きました。本当に迅速な対応に感謝します。届いた商品は、平野の仕様さんも使用しているという201番と150番の口紅でした。どちらも素晴らしい色味で、春にぴったりのピンク色で、 心がウキウキするような気分にさせてくれます。それに、国印は SHO、H にしました。これで美しくなって、有明に行くのが楽しみです。YSL はアジアにおけるブランドアンバサダーとして、ヒラの仕様を選んでいます。そして、そのグローバルイベントに初めて参加したということです。2024年1月、ヒラの仕様は YSL のアジアアンバサダーに任命されました。そして、 その後、新しいリップ、YSL ラブ社員リップスティックの誕生を祝うためのグローバルイベントがパリで開催されました。このイベントに日本からのゲストとして参加した平野市業が、新しい製品やブランドについて理解を深めた旅の模様をレポートします。パリの若者たちが集まるカルチャーの中心地、マレ地区に YSL ラブ社員ファクトリーが登場しました。ミラーピンクのアイコニックなファサードの前で写真を撮りました。ここでは、 YSL ラブシャインリップスティックに関連する様々な没入型プログラムが用意され、コンセプチュアルな空間でゲストを魅了しました。キャンディーショップでは、お菓子やリップが並び、リップスティックのパッケージデザインも魅力的でした。そして、スタジオのようなスタイリッシュな空間では、リップを試すことができました。また、メイクアップ界の巨匠であり、YSL のグローバルビューティーディレクターを務めるトム・ペシュートも初対面しました。 その他にも、インフィニティミラーボックスやリップのショーケース、クレーンゲームやリップスティックのチェスなど、様々なコンテンツが用意されていました。夜には、パリで最もホットなナイトクラブ、シレンシオで開催されたアフターパーティーに参加しました。この一夜限りのパーティーは、YSL ラブシャインクラブと名付けられ、ブラックとピンクネオンがきらめく空間で、世界各国からのアンバサダーやセレブリティが集まりました。私はシックなスーツを身につけ、 スタイリッシュに登場しました。そして、世界的なポップスターであり、YSL のグローバルアンバサダーであるデュアリパともご挨拶しました。このグローバルイベントに初参加した平野の資に、一問一答のインタビューが行われました。彼は YSL ラブ社員リップスティックを使ってみた感想やイベント会場の印象、そしてパリの魅力について語りました。彼の口コミは非常に好意的で、商品やイベントに対する興奮が伝わってきます。 最後に、ヒラの仕様が YSL ラブシャインリップスティックをまとまった姿についても触れておきましょう。彼が使ったカラーは公開されていないものの、彼の口コミからすると、本当に素晴らしい製品であることが伺えます。彼のファンである人々にとって、彼が使用したカラーが気になることでしょう。YSL のこのビジネス戦略は、顧客との関係を強化し、ブランドの魅力を高める素晴らしい取り組みです。ヒラの仕のファンにとっては、 彼らのアイドルが愛用する商品を手に入れることがで